こんにちは、本気のパソコン塾の三浦です。今回はですね、クラウドソーシングサイトを使うメリットの一つ、支払い面に関してちょっと紹介したいなと思います。クラウドソーシングサイトって、まあ、ランサーズとかクラウドワークスとかシフティさんとかいっぱいあると思うんですけども、使う、まあ、メリットとしては、例えば仕事がいっぱい掲載されているとかいろいろあるかと思うんですけども、支払いが、まあ、サイトに任せられるというか安心できるっていうのが、メリットだと感じてらっしゃる方も多いんじゃないかなと思います。で、個人でそのクラウドソーシングサイトを通さず、自分で、仕事をしていた場合っていうのは、もちろんその仕事の依頼者側と、直接金銭のやり取りをするんですけども、これが結構大変だと思うんですね。で、実際やったことある方であれば分かっていただけるんじゃないかなと思うんですけども、仕事を例えば、まあ、100万円で受注してそれを最後までやったけれども、こっちとしては完成してるつもりだったのに、依頼者側としてはまだちょっとまだなんか足りないよねとか、あとはその月のちょっと支払い、会社のキャッシュ的に厳しいから翌月に回したいなみたいな、まあ、それはその、まあ、悪意があってとかそういう問題ではないんですけども、そういったことがあって結構やり取りでいつ報酬支払ってくれますかっていう、まあ、小さなトラブルのようなものは頻発します。で、こっち側としてもちゃんと作業がや責任を持ってやってるので、それに対して支払ってくださいみたいなのを 何回も、まあ、やり取りをして、最終的に支払ってもらって完了という形には、基本的にはまあ問題なく進むんですけども、そもそも、クリエ、こういう作業をする人間っていうのはどちらかというとクリエイター側 の人だと思うんですね。で、そんな報酬支払いの交渉とかってやりたくないじゃないですか。自分がその例えばイラストとかウェブサイトとか作るのがすごい得意でも、そのすごいコミュニケーションが得意ではなかったりだとか、そんなちゃんと自分なりに作ったのにそれに対して支払ってくれないっていうのは、それだけですごいストレスを感じてしまう方も多いと思うんですね。で、そういった方がそのクラウドソーシングサイトを使うっていうのはすごいメリットがあると思ってて、クラウドソーシングサイトっていうのはどういう仕組みになってるかというと、まあ依頼者側、仕事の依頼者側が仕事を掲載して、で、こっちから提案しますよね。これ例えば50万円でやりますよとか5万円でやりますよみたいな提案して、依頼者側が、それを採用すると、採用したら、仕事が始まるんですけども、普通であれば基本的には仕事が終わった時 の報酬支払いになるかと思うんですが、クラウドソーシングサイトさんの場合はそれが始まった時点でその依頼者側からデポジット、まあ、エスクローとか呼んでるサイトもあるんです、あると思いますが、デポジットみたいな形で、その依頼分の金額を預かるんですね。まあ、カードなり銀行振り込みなりで、預かってそれを、仕事が完了するまで保管しておいてくれます。で、これ何がいいかというと、例えば仕事中、やり取りしている中で揉めてしまったり、こちら作成者の、まあ、問題ではなく依頼者側の問題で、なんかトラブルが起こってしまった時っていうのは、そのデポジットを取ってる分からちゃんと、サイト側が支払ってくれたりするんですね。それはそういう後ろ盾があるっていうことはすごい安心にもつながりますし、その制作物に、集中して取り掛かるということもできるので、そういった点でそのクラウドソーシングサイトはめっちゃ便利かなと思います。詳しくはですね、サイトの Q&A ページみたいなの見ていただけると多分記載があると思うんですけども、例えば仕事のやり取り中にこちらが、仕事完了報告をしましたと、でも相手から連絡が取れなくなりました、といった時は、まあ、条件はいろいろあるんですけども、クラウドソーシングサイト側にそれを申請することで、もし本当に連絡を取れなくなっていたら、報酬金額をクラウドソーシングサイトから、支払って、くれる仕組みになってます。はい、まあ、そういった、安心感を感じられるというのが、すごい、メリットなのかなと思うので、まあ、自分が得意なことに集中してやって、まあ、報酬とかの交渉面はあまり気にしたくないという方はクラウドソーシングサイトを使うことがすごいメリットになるんじゃないかなと思います。はい、今回はですね、クラウドソーシングサイトの、支払い周りですね、決済周りの、まあ、仕組みとそのメリットというのを紹介してみました。よければグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。